劇団 EXILE 遊園地バトル。早速なんですけど趣旨説明しますね、はい、会場は絶叫系から小さいお子さんが楽しめる定番のものまで40機種以上のアトラクションがある大人気遊園地よみうりランドでございます。夜はですね宝石色に輝くイルミネーション、ジュエルミネーションも人気を集めている。うるさ。さあ大人になっても遊園地が大好きなメンバー6人に集まってもらいました、はい、小沢さん、隼人、末井くん、桜井くん、塩野くんでございます。よろしくお願いします。頑張ります。僕、末井さんと多分劇団ごとで初めて北海道が生んだシューティングスター末井です。今日はですね、アトラクションだけで遊ぶだけではなくてある企画を用意しました。2チームに分かれて行う劇団エグザイルメンバークイズバトル。まず先行チームがアトラクション抽選箱とメンバー抽選箱から紙を引き、アトラクションとどのメンバーのクイズか決める。アトラクションに乗ったらメンバークイズが出題され掘りたら答える。最終的に正解数が多いチームが優勝。なんとご褒美がもらえるそうです。ただ負けたら恒例の罰ゲームが待っているそうなんで、さあそれではメンバー分けいきますか。いいよ、じゃん。はい、ピンク。ピンクです。えい。あ、ピンクだ。青です。わあ、残念だ。残念だな。おい、うわぁ、そういうこと。あ、ピンク。小沢さん、もう1個しかないと。先輩、同期メンバー。同期メンバーだ、はい、そうだわ。はい、同期メンバー。あ、でも頼りがいありますね。そうだね、一番情報をすごい知ってるから。俺ね、詳しいよ、うん、劇団の情報屋ですから、うん、情報屋がいるから。じゃあまず皆さんチーム名いきましょうか。はい、俺らはチーム同期。チーム同期。チーム同期。一緒なんですよ、入った日が。僕らは塩ザッツ桜井で。塩だった桜井。子さんと新人っていうのもあるから。誰が子さんだよ。子さんと新人もいいですね。じゃあ先攻後攻決めよう。はい、最初はグー、じゃんけん、ホッ、アイコでホッ、アイコでホッ。よし、よし。何先攻、高校。どっちでもいいよ。高校の方が有利そうじゃない、なんとなく。じゃあ高校で。様子見て。いいんですか、そんな守りの姿勢で。はい、じゃあ高校でお願いします。こっちがですね、乗り物のが入ってるくじです。こっちがメンバーの名前が入ってるくじになってます。はいはいはい、いや、2個行くんだ、2個行くんだ。そんな丈夫な箱じゃないのよ。ちゃんと丁寧にさ、ちょっとグダグダやん。グダグダやん。はい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 、いただきますね。はい、でかいな、ちょっと見えちゃった。受けを取りに行っちゃって全部がグダグダなパターン。はい、何者？なんかヤバそうな名前してる。何者？なんかヤバそうな名前してる。何者？なんかヤバい名前してる。これはジャイアントスカイリバー。うわあ、何ヤバそう。出題される問題のメンバーは。ジャイアントスカイリバーって俺めっちゃ好き。塩野。おお、塩野くん。塩野くんの問題は俺の問題。ジャイアントスカイリバーで答える。このコラボ。まだまだね、皆さん僕のこともそんなに知らないんじゃない、うん、お父さんのお店を手伝ってた。はい。実家はクレープや。はい、ヒント出しだめだ。そうだね。じゃあ早速行きましょうか。はい、ということでもう今見えてます。どこ？あちらがジャイアントスカイリバーでーす。どんどん、あれ楽しそうじゃん。あれプールじゃねえの。あれ良さそうじゃん。塩野さんのじゃあまず問題読ませていただきます、はいはい、問題1。塩野さんにはメンバーに言っていないある特技があります。それは昔ながらの日本の遊びです。一体何でしょうか。回答権1回しかないの。これは1人ずつ1回ずつあるので3個答えられますね、チームとしては。うわー、あ、俺もこれ濡れないっすよね。はい、いってらっしゃー。おぉー、おぉー、おぉー、思ったより、思ったより、思ったより。けん玉よね。けん玉、めーごま、怖っこれ。けん玉、めーごま、あ
とあの糸につけてさこうやってやるやつあれなんだっけ。いやでもあの辺行くのかな、どう。確かに、いや絶対けん玉だよ、けん玉、うん、え、でもさ一人一回ずつ答えるんでしょ。変えた方がいいかも。だあと2個考えといたらいいんじゃない。うわーちゃんと楽しい。やべー、まあ、僕の隠された特技というか、うん、あんまりこう、まあ、メディアとかにもそんなに言っていない特技があるんですけど、小学生の時に極めたっていうだけで、来るよ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 。これでもめっちゃ考える時間ある、うん、これいいよ。待って、でもえ何結局あと2つ、まあ、けん玉有力でしょ、うん、うわっついちゃった、うわ痛い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 。楽しかったですか。楽しかった。いやこれ最高だもん。楽しみ。なんだよこれ。じゃあちょっと、じゃあ早速聞いていきましょうか。一番なさそうなやついってない。じゃあ OK、 ベーゴマ。もうほぼ正解です。ええほぼ、あれあれ、あ、じゃあ一応ちょっと聞く、うん、ってことはあれ、え、コマ。正解です。おお、ナイスポイント。これすごい。当てるのすごいと思う。いや、けん玉かと思ってた。そう、あ、だからけん玉最後ぐらいね。けん玉と将棋。将棋だ。将棋ね。まあ余裕。悔しいな。悔しいですね。コマ得意ってどれ、どういう、ね、どの程度の得意。なんかその小学生の時になんかいろいろこう項目があったんですよ、技の。でそれをできたらどんどんチェックしていくっていうので、なんか免許改伝の一歩手前ぐらいまで。すげえな。お、ある。お、すげえ。いける。ここで、このピッチ、このピッチいける。でもほら免許改伝だから。自前のやつですか。自前じゃないです。だから今なんか謎に用意されちゃったんですけど、僕がやってたのは、あの、言い訳ですけど、ここが鉄のやつなんですよ。まあ言い訳だ。でもうちょっと大きいんですよ。いきます。はい、回れ。おお、あ、何それ何それ。おお、なるほど、そういう技がいっぱいあるってこと。昔は空中で投げて手に乗せて、マジとかで、すげえ、こっからこうやってやって綱渡りとか。それ今度見たいですね。ちょっと練習しますか。じゃあ今度どこかで披露する機会がある。じゃあ使うか、CM 部活かな、また。そうね、困る。これでいきます。はい、アトラクションは、はい、ハシビロ号。え、ハシビロ号。ハシビロ号やばい、予想できない。問題はこちら。ダン、お、小野塚さんです。小野塚さん、俺何の問題出したっけね。はい、ちょっとハシビロ号が何か分かんないですけど。絶叫系。ほら、だってカメラマンさんがうんうんって言ってるもん。そうでしょ。いいよ。マジで無理なんだけど俺。あ、これがハシビロ号です。うわ、怖いっすよ。いや、これ怖いっすよ。いや、回ってるよ。いや、これ結構怖いっすよ、これ。回ってる回ってる回ってる。外側向きなんだね、これ。いや、これなんか結構怖い気がする。うわ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 。いやー言うてますやん。小沢さん真ん中でヒントというか、なんかいろいろ言ってくれた方がいいかな。ね、さあ、じゃあ問題出します。はい。僕は先日ある身体検査をして1年前より結果が良くなっていて驚きました。さてそれは何の検査でしょう。身体検査。もともと悪かったってことですよね。もともと悪かったっす。あ、コレステロール値が下がってたとかね、いっぱいありますけど。難しい。やばい、始まっちゃう。始まるね。ハシビロゴン。うわ、動いた。あ、来た来た来た。ハシビロゴン。ハシビロゴン。なんかムカつくな、あいつ。何なんだろう。えー、でもさ、さっきさ、俺聞いてたんだけどさ、
CL のさ、さっき配信してた時にさ、なんか前回より視力良くなったとか言ってなかった、さっき視力だっけ、視力、あ、視力が良くなった、あるな、僕ね、あ、あ、意外と楽しいぞ、これ楽しい、まだね、で、で、視力はだから言おうよ、視力は、あ、これ楽しい、すごい、うわー、全然楽しそうじゃん、なんか腹立つな、もっと怖がってね、苦悶してる表情しか欲しくねえ問題と絶叫に苦悶してるその顔が見たいんだよこっちは。おお、すごい、桜井くんが何よりすごい、やばいやばい、桜井くんがもうすごい、見てこの手これ手ほらびっくりしちゃって、なんか楽しそうだな、楽しんでんな、違うんだよ、おお、全然楽しそうじゃん、楽しんじゃってんじゃん、全然いけんじゃん、いやちょっと怖かったっすね、嘘つくなよ、いや本当に、いやいや怖そうだったよ、もう俺のここギューッギューッて考えれました、まあ大丈夫です、はい、おお、答えをじゃあ、視力が良くなった、正解、よっしゃ、いや知ってたでしょ絶対、よっしゃ、朝ね、はい、トロッと言ってた気するんですよ、はい、あのやっぱり違う違う、俺何の問題出したか全然覚えてなくて、そういえばこの間身体検査行ったら1年前より視力がめちゃくちゃ良くなったんですよねなんかゲームだったらめちゃ目良くなるんですねって話してたら、その問題来て、やっぱ言ってたよ、いや聞いといてよかったですね、俺は1ポイント、まあまあまあ、でもまあ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 1-1だから、まあまあまあ、これぐらい、これぐらいしてやんなきゃ俺らには勝てないってことよ、そうだ